っと、これが投票の結果よ。なんかいい感じに分かれてるね。傘は妹様、ラピッドブラスターはお嬢様が、ガロンは咲夜が1位ね。で、もう全部計算したの。それは今から咲夜が。了解ですお嬢様。それじゃあ発表しますね。はや。一斉にドンと出しますよ。はいドン。ということで1位は4438票の妹様ですね。ま、負けた。つまり私がガチマッチ。お嬢様と妹様は接戦だったのですけどね。いやー、私だけで咲夜に勝つのは初めての気がするわ。咲夜が最下位って確かに珍しいわね。いつもお姉様が最下位だったからね。うるさい。皆様投票ありがとうございました。それじゃあ早速ガチマッチやっていくわ。いつまで出してるのよこれ。今消します。ガチマッチ久しぶり。最初のルールはガチエリアね。一つのエリアを取り合うルールですね。マップは北決闘。私が使う武器はボールドマーカーよ。8人のガチエリアパワーは推定1560です。それじゃあ試合開始。まずはカーリングボムで一直線に行く。相手の構成はノルジだったりにブラスターとプライムシューターね。どちらのチームもバランス良さそうですね。決断、まだ行くよ。当然、どこまでも。エリア通り過ぎちゃいましたよ妹様。いいの、裏から攻めるんだから。敵が全く気づいてないわねフランに。おっと、早速第一犠牲者発見。まずは裏から2人倒していきました。気づいた時には時を阻止って。前通るわ。さらにもう1人。ドカーン。あれ、倒せてない。逆にフランやられる。完全に全員倒したと思ったんだけどな。まあですがしっかり味方が倒してくれましたから。ていうかフランチームエリア取られてたんだね。まあでもカットしたから大丈夫でしょ。妹様は前線にスーパージャンプです。着地。なんか裏が見慣れちゃってるね。ここでフランチームがカウントをリード。前で味方がやられてます。カーリングボム。敵が一人右に行ったわね。それじゃあその右のやつを倒しに行く。行動が早いですね。完全に囲んでたからね。よしこれであとは。ってあれ、カウントストップされた。どうやら敵が一人入り込んでたみたい。む、右から敵。よかった、バレてなかったみたい。後ろからまず一人を切る。おっと、もう一人敵がこっちにいたのね。バレンチンで一気にカウントストップまで。これでガチエリア勝つこと。カウントは70対84ね。妹様チームが若干リードです。これカウント進み始めるまで結構長いんだよね。まあでもそのままの状況なら大丈夫でしょ。妹様、左から敵です。降りてきてくれないかな。ロボットボム投げてるし、警戒してるわよ。邪魔だなあれ。まあここら辺で適当に爆発させておこっと。そしてカウントが始まりましたね。相手にはピンチマーク。さて、攻めてくる敵がいないと暇だな。正面に一人見えましたね。こっちからは二人か。フランはバレてるのかしら。多分バレてない。ですが、ここにスーパージャンプは危ない気が。仕方ないわ。私が守ってあげる。ってことでバイバイ。あれ、なんでダブルキルになってるの。さっき投げたカーリングボムで敵の誰かが飛んだんでしょ。しかしカウントがストップを。おっと、止めてるのは一体誰かな。そこに隠れてるわよ。その敵も倒せたみたいです。ガチエリアも確保したしオッケー。私もそのまま前に行こうっと。こっちにはカーリングボムを投げてと。フラン左に。敵が二人同時に来てます妹様。今低いんじゃなくてスーパーチャッチ使えばよかったかな。運が良かったら二人ともフットが出てたわね。む、反射的に使っちゃった。下にはちょうど敵のロボットボムが来てましたね。また敵が3落ちしてるわね。最後の一人はどこにいるのかな。って、あそこで味方がやられてるわ。ということはこの近くに。もう逃げちゃったかな。向こうで敵の雨は降ってるけど。エリアを塗ってるってわけではないみたい。それでは一体どこに。まあいいや、もうそろそろ別のやつも復活してくるでしょ。前に見えてるわ。でまた雨か。エリアにしっかり入った雨ですね。雨の中にはできるだけ入りたくないわ。体力結構減るしね。妹様、狙われております。ここまで来るかな。あ、来た。残念私はこっち。カウントストップされちゃったわよ。雨とかゴムで結構塗られてしまいましたね。しょうがない、私は左サイドから。と、こんなところに敵。問題なく対処されました。まあでもエリアはどんどん塗られてるけどね。カットされてしまいました。大丈夫、ちゃんと後ろから寄ってるから。ってなんだ、味方が倒しちゃった。周りにもう敵はいないみたいね。味方も中段ゴムでガチエリアを確保。いつもの2枚に敵が。左にいた味方が倒したみたいね。もう一回前に行こうっと。あれ、これ私に。ロボットボムが爆発しましたね。何やってるのフラン。私じゃないと思ったんだけど、そのまま爆発しちゃった。かなりもったいないわよ今のです。またカウントを止められてしまいましたね。大丈夫大丈夫、すぐ戻るから。着地。味方ばっかりやられてる。ですがエリアは確保したみたいです。ゴーゴー、カーリングボム。前に敵がいるわ。近くにいた味方が倒しちゃった。奥にいた敵は妹様がさっき投げたカーリングボムに当たったみたい。よく当たるわねカーリングボム。全部計算して投げてるからね。それは奥だっていうのはわかるわ。ここにはもう入らせないわ。敵を2人倒しました。下の敵もドカン。ここでダブルキル。さらにカウントも進み始めました。お、ちょうどいいタイミングね。最後に敵が突っ込んでくるか。いや、このまま終わりよ。ここでフィニッシュです。時間切れじゃなくてカウントゼロにしての勝利ね。やっぱり圧倒的じゃなくちゃ。では、最終結果です。ノックアウト。フランチームが敵チームをノックアウトして勝利。いやー、久しぶりにしては結構いい感じね。かなり倒してましたね。それじゃあリザルトよ。今回はこんな感じですわ。ふふ、一番だ。それじゃあ次行くわよ。次はガチココバトル。マップは超ダメ増戦ですね。8人のガチココパワー、推定1600。今回はスプラシューターコラボを使うわ。ボールドマーカーから変えたのですね。それじゃあ試合開始。しかしガチココバトルも久しぶりだね。ガチココの打ち方覚えていますか。バカにしてるの咲夜。まさか、妹様。お姉様なら忘れてるかもしれないけどね。忘れるはずがないでしょう。正面にいきなり敵です。スプラッシュボムポイント。味方が右サイドに2人も寄ってるわね。まずはこっちを制圧するわ。ガチココ近くに敵ですわ。それは取られない。ここ付近の敵を撃
助かりですか。相手の方が人数かけてガチホコ打ってるみたい。シールドが割られてしまいましたね。お前を空には飛ばせない。ちょっと発動ギリギリで止めたわね。ガチホコ取りたいけど近くにまだ敵がいるわ。でもあの敵一人だけじゃないでしょうか。それなら詰めるわ。もしかしてそのまま帰り討ち。そんなことになるはずがないわ。ナイスキルです妹様。ああ久しぶりの感覚。打ち方はこうやって溜めて打つのよ。本当に当たったら強力ですよね。一発で相手を消し飛ばすからね。おっとどうやら近くに敵がいたみたい。ここは味方が対処。前の味方についていけばいいんじゃない。前の味方やられちゃった。っていうかここから全然進めない。敵のデッドパックも見えてますしね。うわ上からやられちゃったわね。長くここに居すぎたのがダメだったかしら。いけない場合道を変えるのもありですね。うん、ガチここは敵に取られちゃいそう。なんか裏にスーパーデンスしていった味方が速攻で倒されたわね。今現在生き残っているのが妹様しかいません。身を潜めて、いけそうになったら行く。で、うわちょうどフライが敵のタイミングとガチここの弾が被ったわね。デンスした瞬間でしたもんね。あ、まずい、結構持ってかれてる。おっと、もしかしてこのままタッチダウン。そんなことは絶対させない。いや、味方がギリギリ止めたみたいです。まあこれをあるのは周りに味方に任せてと。そこに行くのよフライ。私は前にいる敵を排除するわ。あ、妹様が投げたスプラッシュボムがいいタイミングで役割的に時間に合わせられたわね。だから全部計算してるって言ってるでしょ。あ、そう、敵も9番ボムか。よし、もう敵はいないわね。と思ったら、右にいたわ。運んでた気楽に倒せたわね。よし、このまま敵陣地まで一気に持っていっちゃおう。あ、敵の突起陣がちょうど目の前に。前にいたやつは下がっちゃった。100分の敵はガチここでバッチ。うん、やっぱりここから先に出られないね。ってことで私は逆サイドに行くわ。ガチここの味方を置いて。大丈夫大丈夫、後で裏から合流するから。合流できなさそうな状況ですが。あ、本当ね。持ってるやつが敵に追われてるわ。あれ作戦失敗。しかも妹様、多分下の敵にバレています。そんな時はこれ。ここでフラインのデッドパック。狙うはあの下のやつ。プロモデラーの敵ですね。しかしフラインのインクは全然当たっていない。それどころか後ろの敵に撃ち落とされてしまいます。結構射程あるんだね。届かないと思ってたのに。あ、落ちた。なぜ落ちたのでしょうか。派手に寄れなかったんでしょ。よし、敵を一人倒したわ。今のは倒したって言わないのよ。妹様のスーパージャンプ。キャッチ成功。撃たれてたけどね。それならこっちも撃ち返すまでよ。どうやら敵は下がったみたいです。それじゃあ私は上に登って周りを見ようかな。あ、登った瞬間敵。ちょっと、聞いてないよ。あれはタイミングが悪いとしか言いようがありませんわ。正直どうしようもなかったわよね。まずい、ガチココがどんどんこっちのエリアに。味方が全落ちしてますからね。そこにガチココがあるのか。それならここら辺にスプラッシュボムを覚えっと。当たるかしら。あ、当たりました。天才って呼んでもいいわよ。私のこと調子に乗るな。しかし妹様チーム依然ピンチなのには変わりありません。また敵のジェットパックが飛んできてる。フライは左サイドに行くみたいね。ではまた妹様のスプラッシュボム当たりましたよ。これが力。何言ってるんだか。妹様前に大量の敵です。はい、一人一人三人。あ、二人分キル。ものすごいキルスピードでしたね。ああ、やられちゃったか私。でもこれなら一気にフライチームが有利を取れるはず。敵が3人もいませんからね。どうやら味方は全員右サイドに固まってるみたいね。そこにスーパージャンプをするフラン。キャッチ。で、私が到着した瞬間全員やられたんだけど。あら、何やってるのよフラン。私、これ私のせいなの。しかし一瞬の出来事でしたね。全員爆発でもしたのかしら。あ、またここが敵に取られちゃうわ。なんとかスプラッシュゴムを投げて取らせないようにする妹様。あ、このタイミングでジェットパックはまずいかも。左から敵が来てるからね。く、やっぱり間違った。今日の妹様、ジェットパックの調子よくありませんね。さっきからずっと撃ち落とされてるわ。これが、お姉様の呪いか。そんな呪いかけたことないわ。ボムは超絶好調なんですけどね。どっちか調子いいかどっちかダメになるんじゃない。何それ。ここも妹様スプラッシュボムで倒していきます。問題はあのガチココを持ってる敵ね。うかつに前に出ると隠れてる敵と回答ですもんね。ここで倒す。それを置いといて。フライが一気に詰めてガチココを持ってる敵を撃破。うわ、この敵インクアーマーしてる。一旦下がる妹様。まずい、これは超ピンチ。横には爆発寸前のガチココだにゃ。む、こっちか。ここは味方の実践と倒してくれたみたい。残り時間1分を切ってるわね。現在敵チームが圧倒的リードです。ここで当てる。お、ようやくジェットパックで撃ちる。ガチココも今度は妹様チームが取れたみたいです。よし、そのまま前進。まあフラインは後ろに下がるけどね。ジェットパックを使ってたから仕方ないわ。どうやら今度は左サイドではなく右サイドから行くみたいですね。敵いなさそう。フライン、後ろ後ろ。うわ、いつの間に。スターリングボムピッカーなど。そこで投げてると思ってる。しかし後ろから落ちてきたマネーボーにやられる。敵が多すぎるわ。またチームキルのような状況ですね。残り時間は30秒を切ったわ。ってことはもうラストチャンスね。そのラストチャンスすらないかもね。そのまま時間切れか、攻撃されてしまうか。スーパージャンプ、からのキャッチ。これ降りられなくない。敵の攻撃が激しすぎますね。あ、でも味方がガチココっていたみたい。なら今のうちに、そこにいるのはわかってるわ。フライン、隠れていた敵を撃破。しかしここで残り時間が10秒を。10秒を切ったけど、敵は退落したよ、上場。むう、なかなか割れない。激しいバリアの割合になっています。やったのはフランチームね。バリアの爆発で2人倒したみたい。ということはこれは、戦争戦に勝つよね。まだなんとかなる。この状態から相手のカウントを上回れば、妹様チームの逆転勝利となります。逆にそれより前でガチココを落としたら、フライチームの負けね。あ、終わった。ここでフィニッシュです。最後に落としちゃったわね。味方を護衛しきれなかったか。また一気にやられてしまいましたね。最後の敵はプロモデラーだったかな。はあ。
負けちゃった。かなり敵に押された試合になったわね。圧力が強かったです。ガチホコ持って無双するつもりだったのに。それじゃあリザルトよ。負けはしましたが、妹様かなり倒しましたね。倒しても負けたら意味ないのよ、作や。ってことで久しぶりのガチマッチだったわ。フランの、あれ、私のは。お姉様は投票で負けたからなし。はぁ、ってことで今回はここで終わりよ。じゃあね。バイバイ。今回も投票、ご視聴ありがとうございました。お嬢様と妹様は接戦でしたね。また次の機会がありましたらよろしくお願いします。最後にチャンネル登録、高評価、コメント気軽によろしくお願いします。ではまた次の動画で。